6月8日、格闘家の朝倉未来、31、が YouTube サブチャンネル、ガチの朝倉未来、を更新。動画の初めに有吉弘之、50、の最近の発言に触れ、話題となっている。写真多数、有吉弘之エルメスで買い物、愛犬と散歩、夏目ミクとラブラブデート姿朝倉は6月1日に更新した動画で、霜降り明星の粗品、31、の、 ユーチューバー、おもんない、発言を発端に巻き起こった、芸人とユーチューバーのどちらが面白いか、論争に言及。ユーチューバーは、企画力と、プラス自分もプレイヤーとしてやっていると語り、職業的にどっちがすごいかって言ったら、俺はユーチューバーの方がすごいと思っちゃうけどねと持論を展開していた。翌6月2日放送のラジオ番組、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、JFNK、で、 この朝倉の発言にちなんだ投稿がリスナーから寄せられると、パーソナリティを務める有吉は、どうでもいいですねと関心がなさそうな様子だった。冒頭の動画で朝倉はスタッフから、芸人がユーチューバー面白くない、と言った、論争、話したやん。あれを有吉さんがラジオで拾って、どうでもいいって一言で片付けたみたいだけどと切り出されると、狼狽した様子で俺の意見に対して、 どうでもいいって思うよ、確かに。ぶっちゃけね、俺もお前、スタッフ、に聞かれなかったら答えんかったし、としどろもどろに回答。続けて有吉さんね、昔、ため池の方でジムあったじゃん。あの時にすれ違ったことあるわ。そのまんまで歩いてて、普通にいると思って、と話題を変え、スタッフに喋りはしなかったんだ。と聞かれると俺、別に有名じゃなかったからさ。 あっちも多分認知してないだろうからとトーンダウンしていた。思った以上の広がりを見せた、YouTuberVS 芸人、論争。この朝倉の反応に対して、X では巻き込まれたことに同情の声も上がりつつも、辛辣な意見が大半のようだ。ショックを受けて、友達のせいにして無様にすねてしまう。ダサ。ずっとダサいやんこの人。俺も最近思う。こんなにダサかったっけ。 彼の残念なところは、ユーモアで返すことができないところ。